いつなんだ。あ、お師匠か。こいつはいいや。こいつは別にいらないか。こいつは A の中でも辛いおかしいよ。てか技見てみようぜ。ちょっとじゃあせっかくだし、ちょ刀のサビになってもらおう。いけ。もうしかも取りつかれない。ちょ早く。遅い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 。エロビギニ。あれ。あ、俺もうやったと思ってたわ。ああ、俺し、ああ、もう終わったと思ってた。なるほどね。そういうことか。失礼。どうだ。あ、まだ完成はしてないんだ。で、なんかハンバーガーが必要な気がするな。好物がハンバーガーな気もする。で、なんと百裂一休の他にも、にゃいーん、こまにゃち、にょえー、なんだこれ。にょえってなんだ。敵味方全体に300。これ苦しいな、ちょっと。敵味方自爆っていう大爆発ってことか。ちょっとこれは使いどころが難しそうだね。さあ見せてみろお前の妙兵を。さあどういう感じになるんだろうね。どいて妙兵。絶対使わん。絶対使わん。これもうこれ絶対使えないって。これ誰もいなくなるじゃん。いや、リーサルならリーサルならあれだけど、でもそのリーサルまで必殺技一切使えないっていうのもちょっとネックじゃない。いやー、これ日本兵だって何も残ってないよ。誰も何も全然勝利ってなってるけど全員死んでるからね。これ全員死んだら負けなの。どうなんだろうね。これってさ、控えも死んでたらこれどうなの。相打ちになるの。どうなんだろう。引き分けに勝負は再試合持ち越しになるのかな。引き分け負け、あ、負けになるんだ。引き分けは負けなんだ。あれか、ローのマダンテと一緒か。ここにもなんかいるな。上か。ふみちゃんからキャンタも出るんだ。おお扉か。あ、ゲートは入り得だからな。行っとこう。で、よし、行け。さあ、ん？失踪の間。は？あれできるの？スタミナもいけるのか？この間時間経過してないよな。さすがに。あ、これか。よし。ちょっと待ってください。時間経過してる。逃げらんないのかよ。早く。時間も早くなってる。これ経験値はすげえ。でもいいから今はいい。あ、
この時間は経ってないのか。ちょ今仲間にならな、今仲間にならないで、お願いだから、お願いだから、今つけてる暇ない。お前しかも高砂親方だろ。お前ちょっと待ってくれ。頼む早くしてくれ、早くしてくれ、早くしてくれ。ちょ時間ない、早く。しかも勝てえこいつ。ちょ待てと。いや、わざわざの方が時間かかるんじゃないのこれ。終わった。なんかカリニャなんか味方攻撃してんじゃん。経験すげえわ。こっからもあるんだ。これ無理じゃない？無理ではないか。ニャインニャインニャインで分からせるか。やべ、こいつらしかも地味に強え。かませ。やっぱこいつ強えな。お、しかもサボってる。ナイス。こうやって出るのか。なるほどね。あ、飛ばされちゃった。あ、ここはカフェオシャレンヌや。海を見ながらゆっくりお茶できるのいい感じでしょ。海を見ながらお茶、私が最高やよ。うん。おっと、私たちもありますか。なんでストーカーじゃねえかよ。求められてないって。もう、あ、ここの BGM すこどうすといいでしょう。ここがオシャレンヌ本店。おしゃれ。音楽も素敵ですし、お寿司。あ、混乱状態になった。ちょ、どうしたの。私ダメなの。こういう店来るとクラクラする。クラクラリン。なんで自分が場違いかなって思うの。あー、なるほどね。そうかもしれないけど、そんなことないよ。あれか、なんかオタクが髪切りくんなよみたいなやつか。美容院入れないみたいな。それにさっきはまだ大丈夫だったじゃん。だって外だったし、風気持ちよかったから。そういう問題なの。ねえ、しおりちゃん大丈夫。あれ、ゆうたくん来てたの。招かれざる客。あ、いや、近くにいたから嘘です。ずっと尾行してきました。まあいいけど、それよりしおりちゃんよ。なんかお店入ったら気分悪くなっちゃったみたい。外に出てるから、ごめんね。まさかこんなことになるなんて。いや、しかしこれはついてきた妖怪だったかもですよ。謎のめまいも、あ、妖怪の仕業か。力を借りるのか。なるほどね。おしゃれな場所に慣れてない。もっとおしゃれにしちゃえばいいんです。お、この間それで失敗したじゃん。またジャレコ夫人を。いいえ、今度の妖怪は一味違いやす。訪問販売みたいになってきたな。カラカラさん、彼女こそが正真正銘のおしゃれ妖怪。他にもいたんだ。うわ、またカラカラさん捕まえてこいってこと。ある妖怪が合成進化した姿のようです。その妖怪はジャレコ夫人、まあ、前回のやつか。同じじゃん、まあ、彼女も進化することで真のおしゃれ妖怪になれたんすよ。その進化っぷりにかけてみようじゃありませんか。大丈夫かな。あー、合成させるってことか。アイテムかな。あー、モテモテなんだ。モテモテをじゃあもう一回連れてこなきゃいけないってことか。
違いないね。あれ俺カラカラさん持ってなかったっけ。なるほどね。あーそれワンかそうだ俺ワンだなそれ。モテモテンってどこいたっけ。俺どこで仲間にしたっけ。モテモテンって夜の会社にいるんだ。へえ、夜って会社入れるの。危ない危ない。で俺はねモテモテンを探しに来たんだよね。レインボーリング、13階なのかな。お、銀行5000、金策だこいつ。あ、夜しか現れないの。いや、いるじゃん嘘つき。よし、じゃあモテモテンに。モテモテンってなんだっけ。ごめん、殺さないように。ごめん、すまん、好物教えてくれ。頼む頼む。寿司だっけ。寿司か。嘘つき。スイーツじゃねえかよ。どうすんだこれ。口だけ女が仲間になったら。危ない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 。でこれで、いやこれスイーツ手遅れかも。いや特大どうしよう。特大あげるかこれ。いやでも特大いったらなんか、いや行く、俺は行く、俺は行く。ここで勝ち取るんだ。ここで勝ち取るんだ。モテる味じゃん。いや俺はここで勝負で、サボれサボれサボれ。大丈夫。多分寿司はあいつなんか普通の味って感じってことはそんなに上がらないはずなんだよ。だから確率で言ったら絶対モテモテの方が優先される、スロット的にね。絶対に優先されるはず。こい点 D だろ D だろ D で、しかもキュン太郎いて、せーの、お前じゃない。なんでお前なの。お前だけはないだろう。なんでお前なの。お前だけは分からん。意味が分からない。友達になってなかったよね。忘れんぼう。ほかはこっちだよ。なんだこれ、意味がわからん、マジでこいつはいらないまあでもワンではお世話になったからなマジで終わってるこいつ、こいつ配信見てんだろ絶対。絶対配信見てる絶対よ。しかも限定パフェまで限定パフェまで、マジかよ。いやーこいつあれだよ、絶対スナイプだよ。うん、スナッチハットだよね。スナイプハットだよお前絶対スナイプハットだよ。スナイプ、スナイプハットってなんかかっこよくてムカつくな。これどういう計算式の仲間になるんだろうね。なんかプログラムみたいに、まず右のやつから抽選してみたいな感じで、忘れん坊がまず抽選下っちゃったらもうそれで決定とかになっちゃうのかな。どういうあれなんだろう。どういうアルゴリズムに基づいて計算、どういう計算方式でやっとんねん。が分からん。倒した瞬間判定決まるんだ。じゃあもう決まってたんだね最初から。も最初からあいつになることに決まってたんだ。
モテモテン2は熱い。いや頼む頼む、今ちょっと乱数調整してます。ロイヤルパンケーキもあんまないな。ブリッジでこいつ狙っといて、先にもうこれにしといた方がいいかな。あ、先にこっち倒しちゃった。来た、よしよし、行ったろ行ったろ、これはこれは行ったろ、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 正艦隊も、いやこれは行ったろ、これは熱い、これは熱い、いやこれ行く、これは行く、いやこれは行ったろ、いや頼む、モテモテ神よし、やっと揃ったパーツが、モテモテン。苦手。いやー長かった。絶対あれだよね。なんだっけ。魚連携した方が早かったよな。というのは絶対に言わないようにしよう。サブ系を楽しむんだから。うん。やっと揃う。長かった。いやでもこれまた違う感動があるな。これだけでしか得られることができない。これだけで得ることができる感動がそこにはあった。で、よし。さあ、で、ジャレコ夫人とモテモテン、さあ、いけ、カーク。おお、カラカラさん、カラカラさんだ。あれ、ヤリモくんやっちゃった。え、でも一緒じゃない。あれ違うの、これって。あれでもまあ、あれレベルで変わるの。マジか、ちょっと見てなかったわ、ごめん。よし、でカラカラさんだ。カラカラさんどうしよっかな。前なんてつけたっけ。え、いいね、いい名前もらったわ今。デビスカルノで。いや、ツモは絶対に殺せない、俺は。てか、虫殺すってことができないんだよな、俺。それは、そういう綺麗事とかじゃなく、普通に、嫌だからです。嫌な気持ちになるからです。頭クラクラする。さあ、カラカラさんに頼んで、よし。さあ、行け、カラカラさん。行け、カラカラさん、妖怪メダルセット、オン。おっと、召喚の構え。私に何か用かしら。ファッションのアドバイスなら。あら、なかなかおしゃれなお店。うん、気に入ったわ。そうですか。じゃなくてカラカラさん、お願いがあるんだ。今度こそしおりちゃんをおしゃれにしてあげて。あらま、あの時の子じゃない。ごめんなさいね、あの子には迷惑かけちゃった。お、ちゃんと心も成長してるカラカラさんになって。あの頃の私、おしゃれなこと全然分かってなくて。これはやはり進化したってことですよ。一つ上の女になってる。本当にいけるかも。じゃあ今度こそ行こうね。おしゃれ。あ、それは言うんだ。おお、来い、顔から変われ。シュウちゃん、どうしたの、気分良くなった。私
こんな格好でこの店入っちゃダメだよ。入っておしゃれな服に着替えなきゃ。急にどうしちゃった。私こんな地味な服でおしゃれな服に、おしゃれな店に入ろうとしてた。私おしゃれじゃなかった。思い出した。ワンピースみたいなセリフ回し。うん、それはそうだけど、でまたこの前みたいにやめな、あんたのセンスってあれさ。うん、分かったの。あの時の私もすごくダサかった。これが覚醒か。でも今度は大丈夫だから、私おしゃれになって帰ってくるから、その時まで待ってて。明日また来るから、駅前で待ち合わせね。あの子どうしちゃったの。今度はなっちゃって、なんか明日また来ることになったけど、あんたも一緒に来る。そうする。じゃあ桜中央駅か。よし、これでまた明日来ればいいんだな。で明日カフェ行って、よし、やることが完全に見えた。てかボリュームえぐいよな、よく考えても。でいた、待ってたよ。え、なんか男連れ。あ、びっくりした、あれモブか。あれしおりちゃんは。それがまだなのよね、あの子まだ道に迷ってんのかな。え、光った、誰。すごい地雷系が来た。まいちゃん、前メロ好きそう。まいちゃん、ゆうたくん。おお、本当の私デビュー、ワンデアキビュー。待たしちゃってごめんね。すげえ、これがアローラの姿か。いやでも俺はなぜだろう、嫌いじゃない。だ、誰。やだな、私だよ、まいちゃん。はてなはてなはてな。あの、もしかしてしおりちゃん、どうかな。あー、でもちょっとカラカラさんのセンスっぽいな。ちょっと頑張ってみたよ。すごいすごい、やればできるじゃん。一つ上の女になったのか。いや俺はこれ全然いいと思うけどね。頑張りすぎでしょうよ。でも変わりすぎじゃない、カラカラさんってそんなにすごいの。いやここまでとは、だって今夏休み中なわけでしょ。夏休み明けすごいよもう。おしゃ、ゆうたくん、妖怪ウォッチで調べてみてください。え、増えてる。あれ、不用心棒じゃない、あれ。あれ、あと服洗い、私のせいじゃないですよ。なんか3匹に疲れてるんだけど。コラボレーションか。それに結果的にすごくおしゃれになってます。よかったのでは。それしても驚いたわ。今度はゴスロリってチャレンジャー。あ、面代わりって言うんだ、左のやつって。面代わりってつまりそういうこと。ビューティーコロシアム。今度はゴスロリってチャレンジャーすぎ。小学生でそれは。でも俺は整形は否定しないけど、小学生はちょっとさすがに早いと思いますよ。でもびっくりするほど似合ってるわね。それじゃあ行こっか。二人とも、あのなんか舞踊人棒みたいなやつは何あいつ。いやテンション上がりますね。ゆうたくんも行きましょうよ。そう、なんかいいオチだといいけどな、これ。あれ美脚か。ハンバーガーショップにて。お、あれ、やばい、おっさんの群れができてる。豚どもがよ、ものすごい注目を浴びてらっしゃる。ねえねえ、君超可愛いじゃん。名前なんていうの。それにその服アイドルだったりして、もしかしてニャーケビーの新メンバー。やばいな。あのちょっとちょっと、何なの、しおりちゃん困ってんでしょ。しおりちゃんって言うんだ、可愛い名前だね。おい出すな名前を。あ、てかおじさんだし、しおりちゃんおじさんなんだ、やっぱり怖がってんでしょ。このガッツポーズキモすぎる。これマジやめて。黙っててくれないか、君に用はないんだ。ルッキズム出してきた。ちょ、これどうしよう。そんなこと言われましても、ルッキズムのゴンゲ来た。というより周りの人たちの方が取り憑かれちゃってる風。おしゃれ、ほらこれが私たちの力よ。あ、美脚か、スラン。おしゃれで綺麗に大変身したものね。面変わりはまずいって。最初見た時は地味って思ったけど、やればできる子だったのよ。あれか、ビューティーコロシアムのあの美容整形外科一覧みたいなやつか。え、でもこれもこれも私たちおしゃれ女子たちの力よね。お
シャレシスターズってちょっとやりすぎだよ、まさかこんな注目されちゃうなんて。そうですそうです、おしゃれなのは分かりましたけど、その力ほどほどでよかったんじゃ、やりすぎ注意ってことか。何、私たちのおしゃれに文句あるの？めんどくせえ。そうそう、今とってもいいとこなのに邪魔しないでくれる。えは、やっぱ女ってこうなの？仕方ない、女には女の戦い方ってものを見せてやるよ。本当の力を見せてやれ、真の女を。いけエロビキニ、わだつみの大波ドーツ。やりすぎちゃったか、オーバーキルだろこんな。桜地方駅が沈没、アトランティスになっちゃう。さあこれが本当の強者女性です。出直してこいや。強さなの、お洋服がぐちゃぐちゃじゃない。ほんとほんと、早く帰って着替えなきゃ。あ、私はお風呂に入りたいわ、スラーン。ま、意外に楽しいバトルだったわ。でもまだまだおしゃれが足りないわね。私が選んだ人間用のお服でも着て、もっとおしゃれになりなさい。大女優の衣装、モンローこれ。これモンローだよな多分。え、俺男だけど、一回着てみます。俺がユウタ女性編か、いやそれはそれでちょっといいけどな、俺は逆に。ってみんな消えちゃった。でもこれって、あわわ、私なんでこんな服着てるの。あ、じゃあちゃんと面変わりはしてなかったんだ、素材がちゃんと良かったんだね、しおりちゃんは。いやー、あ、君ちょっとしおりちゃんどこ行くの。これ警察呼ばれるでしょ、駅前だから絶対交番あるでしょ。ちょっとやめてやめて、カラカラ夫人のカラカラの復讐が来た。あんたさ、何かな、あ、戻っちゃったの、なんで着替えちゃったのよ。せっかくすごくおしゃれになってたのに、私の趣味とは違うけどびっくりする女に会ってたよ。それをまたに元のシャネなんて、何してくれて。だってあんなキラキラしておく、恥ずかしい。これは大学デビューも視野ですね。この恥ずかしさが取れた時、彼女は蝶になるんだ。それを堂々と着こなしてたのはどこのドイツよ。わかんないよ、自分でもなんでなのか。あんたって意外に不思議な子ね。それ妖怪の仕業ですから。でもこういう伸びしろをずっと残してるっていうね、そういうなんか懐刀を持ってるってのが逆にいいのかもしれないな。でもさ、どうだった、おしゃれな服着て街歩いて、あんなに注目されちゃってさ、ああいうのも悪くないんじゃないの。自分でもよくわかんないんだけど、すごくおしゃれに自信がついてすごく楽しかったの。じゃあ戻れ。そっか、今は着られる気がしないけど。ああ、もうなんでかな、不思議な子ね。あんたがなんであんな服を着られたかわかんないけどさ、あん時のしおりちゃんだってちゃんとしおりちゃんなんだよ。というかなんか俺の左にいるやつ誰。なんか合コンみたいな感じになってるけど、なんかそのなんか主要メンバー感出すのやめてくんない。だからもっと自信持ちねえよ、また着られる時も来るって。そうだね、あれかな、もしかして着替えて戻ってくるところまでずっとつけてきたストーカーとかかな。だとしたらもう住所もバレちゃったよ、どうすんだろうね。そうよ、またその時は付き合ってあげるからさ、よろしくね舞ちゃん。ふむ、3匹も取り付いてどうなることかと思いましたが、結果的にそんなに悪くはなかったんじゃありません。確かに、あ、そうかも。まあちょっとおしゃれ版のあれだね、しおりちゃんも見えたから、俺は僕はもう満足ですよ。いやー、なんか頑張って捕獲してよかったわ。ちょっとは自信ついたかもだしね。とはいえおしゃれなしおりちゃんは妖怪の力で慣れた姿ですから、これからもちょくちょく手伝ってあげませんとね。というお話だったのじゃ。ウィス。いや、いい話だったな。愛の尺来た。愛の尺来た。
よし、やっとだ。もう昨日越しの、あ、まずい漢方も。ありがとう。大辞典で、で、ネタバレリーナも来る。だからこいつはどこで手に入るんだよ。やっぱここが熱いな。どんよりでやっぱ捕まえときゃよかったのか。あとこの二人はなんだ。これ簡単なんだ。あと先にあれだ、村正も視野だな。龍くん、風味、龍くんってどこでいるんだろう。あ、風味は段々坂の A。風味行くか、段々坂の A 行くか。ちょっとうんちしてくるわ。やべ、風味絶対捕まえたい。で、おおはははいいなこれ。やっぱマイナス5か。神曲だな。ハーモニカでやってくれ。これじっくりと聞きたい。で、あ、こっからなの。こっからなんだ。ごめんごめんごめん。ワンループやっぱ長いよなこの曲。この曲っていうか、あの妖怪ウォッチ全般。抜きどころがあるんだ。ごめんって。いや、まずはハーモニカで聴かずに普通に聴きたい。ゴエモンパート来た。ここいいよね。でんてけてんてん。これでワンループになるのか。あそこいいよね。ここあの。いや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 、ラスボス聞け、金ねえ。いや、というかこれかなりむずいぞこれ。下手くそ下手くそ。コーナリング、コーナリング来た。よし、魂遊びしてる。駄菓子、駄菓子いいな、いいな。そういう、あー、谷間がエロい。ついに艦隊か。で、フミンがサボったら、キャッチして、また食べたいわ。ヤッホー、体が軽いぞ。で、サボれサボれ、フーミンサボれ。フーミンサボった瞬間、俺はすぐ準備ができてる。
よつえあ、マフが死んだまあレベル的にしょうがない。なんか大丈夫か。やばい、今夜もちょっと待って、眠れないと。ちょっと大丈夫かこれ。あ、うん、それか。うわ、すげえなこれ。ハートがない、ハートがない、ハートがない。こいつハートがないよ。あ、ないこともあるんだ。ないこともあるの、ハートが。あ、そういう時はリセットするんだ。なるほどね。全部にハートがあるわけじゃないんだ。オッケーオッケー、また一つ賢くなってしまった。でもね、仲間になるよこれは。さあどうぞ。スリーフーミンだ普通になんか負けそうだから、あの横着すると負けそうだから、まず駄菓子を。最初こいつ狙ってけ。おお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 、ちょっと待って、早く。多分ないなこれ。すぐって2回使ってもいいのかな。これで増えたりする。なくなっちゃった。マルチタスクがすごい、マルチタスクがすごい。これでよしよし、これでいったか、これでいったか。これでどうだ、これでどうだ、これでどうだ、いや、これでどうだ。いやでも2個プラス、2個プラスつつく1回。どうだどうだどうだ。こんだけやってもダメなんかい。キュキュンタもいる。キュキュンタでももう仲間にしなくていいよね。羨ましそうだ。一応上げとくか。おにぎりあげたほうがいい。じゃあ後で使うんだ。ふざけんじゃねえぞ。ちょっと待ってちょっと待ってくれ。じゃあ先にこっちでやっとかなきゃ。待ってくれよ。なるほどな、まあ、これが聞けただけでもよしとしよう。ふざけんな突然切れるんだこいつ、怖いよマジか、アイドルってやっぱり怖いんだな。裏キュンタが出るんだ。しかも愛情天物あげちゃったよ。もったいないことした。キュウリだ。お、キュウリと人参。なるほどな。で、まあ、ここはズルズキンしかいないから、でここはもうとっくに開けられるようになっておりますと。やめろ、来るな。美脚だ。美脚捕まえとく一応。スイーツだ。
ロイヤルパーティー系ぐらいでいくかな。美脚は男疑惑がある。知らん。元気出た。まあ声聞けばわかるからな。さあ美脚。美脚、お前何ランクいくつだ。お前。でなんで親方ばっかくんの。親方のもう3匹目4匹目とかじゃないこれ。なんで俺こいつばっかくるんだけど。肩乗り小僧、赤坂親方が。マジかよ。どうしよっかな。大勢とかね。大勢小僧と。高砂ジュニア。で、あれ、俺宝取ったっけ？取ってないよな。おお！コインはありがたいクマね。で、え、あれ、駄菓子屋さんからもまだ枯れてねえこのばあさん。このばあさんまだ枯れてない。確かに魅力。っていうこと、これでフェミちゃん行けばもう10枚？確かに魅力的な。駄菓子でいっぱいだ。ですが、その中でもひときわ輝いているのは、そう、あなたかもしれません。あなたはまさに駄菓子の中に輝く一輪の花。もう恥ずかしいこと言うね。若い頃のじいさんみたいじゃないかい。すごいなぁ。とんでもない。ってことは、あれか。不倫になるってことか。小学生とおばあちゃんの恋。あ、すぐ出た。意外と早く出たな。え、こんなおばあちゃんからも、ゆうた、その発言はまずいぞ。失礼なことを言ってはいけませんよ、ゆうた。そうだそうだ。女性はたとえいくつになっても美しくありたいものですから。し、で、自力で。あ、間違えた。あ、でも、逆にいいかも。あれ？逆に良くない？あれ？ちょっとこれ、物欲センサーをまず消す。隔絶。俺と、まず意識と、まずこの手元の動きと意識を断ち切るわけです。わしのいいピン。よし。もう一回。え、でもこれ当たり入ってんの本当に。だってこの5個の中に入ってない可能性もあるでしょ。この中にそもそも入ってない可能性もあるから。さあ。収録悪くない。まあ、ほぼ5つ星コインだからな。いや、これもう全部引いちゃっていいんじゃない？だって、当たりが全部、1位3位に、1位から3位まで全部残ってるからさ、全部出す。12、いや、上がってきてる！上がってきてる！この男！ふぅぅし、よし。まあ、当たりが当たりじゃないけど、でも、運気が上がってる。次は10人以上が来るってことだもん、だってこれ。ほらね！さあ、もう近づいてきてる。じわりじわりと。さあ、追いついたぜ。背中が見えたぜ。ていうか、1位のこれ何？いや、わかんない方が幸せかもしれない。かき氷になっちゃった。で、くっそー、でも。まだいける。まだあるんだ。俺なんでリンゴ飴の方が下なんだ。上位互換なのに。やべ、流れ変わったな。終わった。くじ引き券金で買えませんか。金なら出す。やっぱ可愛いって正義なんだよな。こっちは一通り回ったよな。もう
ぬんぬん。これまた何か落ちてる。揃ったけどどうする。ミュージックカード熊本に行くんだ。いやこれ今運気が乗ってるぞ。これこの流れある。この流れ全然あります。うんうん、サーチも完璧、サーチも完璧。今んとこいいテーブルに全部全部乗ってる。いいテーブルに、よし、全部の全部の手で、今土の子バフもあるし、フミンソロなんで、はい、全然。やめろ、やりすぎんなよ、やりすぎんなよ。これは行ったか、これは行ったか、これは行ったな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 。すべてが揃った、すべてが揃った。これで来なかったら俺もうちょっと折れるぞ。ジバンがもう48歳か。で、ここで、ま、仲間にしてやってもいいよ。一回休憩。名産品を召喚。何があるとね。いきなり団子。お芋からいきなり作れて。へえ、そんなのあるんだ。元祖とか本家のおまんじゅうにも負けない。へえ。そんなのが相手もルッキーズもやめろマジで本当に。それって今あるの？いきなり団子がですか？そうですね、クマも持っとらんとね。いきなり団子って言いますけどね、いきなり出すのはちょっと難しかみたいですね。気まずい。よし、ちょっとフェミちゃんに挨拶して、一回気分転換しよう。これずっとやってると頭がおかしくなる。これあ、フミちゃん自転車レースをするの、 C1 グランプリ行こっか。はい、フミちゃん、フミちゃんも女も自転車乗るんや。うわ、いきなり始まった。前の方が難しかったんですよ、全然。うるせえ。楽勝じゃないか。感知女より遅い。女の勝利だ。感知おっせえな。よし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 、いやこれは熱い、これは熱い。
ごい、ゆうたくん早い。よし、ナイス。さあこれでキャンタマも出してもらえば全てが揃うのか。お見事。よし、555ファイズだ。さあボーナスチャンス。あ、あら、無念にゃ。これはあかん。エミちゃん涙目で、おカラーリングも変更と。来た。いや、 2台目に引かれると大当たりらしいんだよね。で、普通に避けると当たり。あれ、その子うちのクラスじゃないよね、ゆうたくんの友達。あれ、でもこれあれじゃない、ケイタってフェミちゃんのこと好きなんじゃないの。どうしよう、これ BSS 来る。ふん、まあね、キュービくんって言うんだ。美しい。え、ね、どうしたの、さっきから止まってて。おっと失礼、言葉を失っていましたよ。君の姿に見とれてしまってね。え、決まった、この子もキュッとしたはず。もうダメだよ、こんなとこでよそ見してたら。さすがフェミちゃん。女の鏡な。そうきましたか。まあいいでしょう。ユータ一時撤退です。彼女はかなり手強い。え、キュービー君でさえキュッとさせられないんだ。でもちょっとほっとした。フェミちゃんもうやめとこう。おい、弾出ねえじゃねえかよ、グソ。え、クソがよ、ユダがよ。ユダやめて。出ない、玉なしじゃん。あ、スタックしてる。これは当たりか、当たり答えか。よし、さあ行け。しかも3体。よし、これは一気にいくぞ。隙間クロー、隙間クロー。まずはよし、初手技、初手取り付き安定で、その後にやめろ、あんま真ん中ばっか叩くな。ダメやよ。アイテム早く。こっちの生還体どこで。ちょっとまずは、あ、ちょっとお前の生還体。もういいんです、これで。ありゃーす、きたー。きたー。結果のうるせえ、マジで。やっぱ来るときは来るんだな。はっつー、高田風味。やべー、今日一嬉しいわ。あれ、ふうみ、いや俺前作仲間にできなかったからさ。いや、お前はもう高学歴系でいけ。これで揃うのかな。よし、一番辛いやつを最初に捕まえたぞ。よし、これでさらに、おお、これであとドンヨリーヌと、あと誰だっけ。リュウくんか。というか、ちょっと強さ見てみよう。ランク A、ティカルが出やすいがされやすいんだ、生還体で。敵全体の全ステータスを大ダウン。いや、でもこれいいな。こいつあれだよね、取り付き担当か。ついになんだこいつ。人任せ人か。打ち上げとくか。先にこっち狙っといて。ああ、うまいんじゃ。
とりあえず人任せ。戦いを人に任せるってことはあれか、マルティナのレディファーストみたいな感じ。強いやつが2人分になるってこと。ダルーンになって反応しなくなるのか。もう1回もう1本寿司もらってった。あ、シルビアかさあ寿司2個あげたぞ。なるほどね、アタッカーと組むと強いってことか。あ、悪くねえじゃん。さあ、さすがにアジの干物。お前なんでだよ。意味がわかんない。これなんかシステムなんか壊れちゃってない、ゲーム。アムギリ侍がおにぎり侍アムギリ、いや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 、餌あげとらんやん。もうあ、こいつアタッカーにもなりうるんだ。あ、進化させると強いのか。こいつはレベル進化なの。炭治郎いいねどうしよっかな。ええー、もうこいつ見た目のあれだな。もう見た目で判断する。お前は米次郎だ。米次郎で、あ、仲間にしやがったんだ。確率低いのレアなのかな。あ、うお、よし、しかも2体いる。そこでさ、パンか。いや、パンはなんかいいイメージないな。やべ、圧巻ベーグレもあんまねえよ。先にこっち狙っといて、狙えねえして、うまじゅテームして。まあいや、まあこれでいけるやろ、いけるやろ。パン、パンやぞ。いけ、さすがにこっちはあれだって魂、キュキュンタの魂プラス払えねえ。笑えねえ。こっち側には出ないのかな。でもここも普通に出ると思うんだよな。で、さあ頼む、今のは乱数調整です。なんか紫がね、保護色になってんのかな。よし、これはいった。乱数なんです、やっぱり。素人は黙っとれ。やっぱこういうことなんだな。どんよりーん。どうしようかな、フェミニアンだっけこいつフェミニアンだったな、そういえば。で、これでまあ、前作レスペクトだな。フェミ、あーっと、コメラにしよういや、コメラはほとんどいい人だから、うん、大丈夫、9割はいい人たちだから。そんな無限にできませんよ。お、よし、これであと残り1匹だ。で、リュウ君はどうやって捕まえるんだろう。向こう田に行き、これか。とりあえず行ってみます。本日も響きの線をご利用いただき、すごい向こう側来た。あ、桜山もある。
桜木の先か。これなんだっけ、あのなんか九段の石があるみたいな感じで言ってたとこだっけ。誰も行かない知らないところに。あーにゃワクワク。まもなく着いた。向こうだに向こうだに。よし踊りましょう。向こうだに駅でございます。出られない。こっちから。出られないんだけど、どういうことだ。待てばいいのこれは。でも待ってる間に終電来ちゃうかもしれないよこれ。待てばいいのかな。緊張してきた。ホグワーツ行けるのかなこっから。来た。うわなんだこれ。駅員さんなんかすげえの来てるよ。電車の中が妖怪でいっぱいだ。そりゃそうですよ、妖怪のための電車なんですから。きっと楽しいツアーになりますよ。ハンター試験みたいな感じかな。私がお約束いたします。本日もヨーマー特急をご利用いただき、うわそれっぽい、本当にありがとうございます。お客様にご連絡いたします。はい、ただいま車両トラブルのためこの電車は停車できません。え、あ、止まりません止まりません。うそやんそんな。ツアーのはずでは。調査中ですので今しばらくお待ちください。あ、嘘。いきなり大変なことになってるけど、ツアーになるのこれ。楽しい。旅にトラブルはつきものなんです。そんな時は慌てず騒がず、車掌さんを探して事情を聞きましょう。先頭車両のあたりにいるはずです。お、めちゃめちゃ銀河鉄道39っぽい。あ、まずいな、困ったな、どうしようか。何があったんですか。ブレーキハンドルが盗まれてしまった。あ、だから止まんねえのか。かなりやばいです。ともこのままでは電車が止まれません。しかし幸いなことに電車が止まれないということは、犯人はまだこの電車の中に残っているということ。題してブレーキハンドルが消えた妖魔特急密室不詳案件。あれ、こいつなんかウィスパーっぽいな。車掌さんなんか楽しんでない。さあお客様、今こそ出番です。ブレーキハンドルを盗んだ妖怪を探していただけませんか。これがハンター試験みたいな感じなのかな。はい。どうやら私の出番どうですね。この事件は名探偵ウィスパーが必ずや解決してみましょう。こっちもこっちで楽しんでる。さあ話を聞くか。はい、本当に大丈夫かな。電波テンションビンビンだぜ。泥棒が出たって。おいらと。どんぐらい強いんだろう。まず相手の力を見るか。あ、でもそんな強くなさそう。おお。おお弱いじゃん。あれ、もう全然いけそうだけど。三日月の術クレル。あ、もう全然そのままでいいんじゃないですかこれ。で極楽で回復してもらって。あれ、なんだ、なんかみんな散々言ってたけど、あれか、ちょっとやばい、絶好楽来る。変えとこう。ただ地味に硬えなこいつら。あれ、あ、経験値も結構おいしい。お前超強いなマジで。また今度遊んでくれよ。電波、電波組か。こいつはなんだぞ、俺見てないぞ。あっさり取れると思ってないよな。当選ポン。どんよりね。ここで会ったか100年目。先にこいつやっとくか。ニャインで破壊する。やっぱ雑魚的にはニャインがいいな。もう悪くない。でもあんまりここで使わない方がいいんじゃない、もしかして。ここであんまり使いすぎると後で敵が強くなった時に済むのでは。なんか
硬えな。ちょ、硬えし、強え。土俵際もうぜえな、なんか。やばいやばい、ちょっと疲れた。ここか。やばい、当選ブロック来た。ちょっと待って、早く、早く。よし、切れた。じゃあ、ならば、すぐで、生還体も。ダメか、やばい。まあ、金でもいいや。44円土俵際で耐えてる。まあ、でも終わりかも。取り憑かれて、こいつは取り憑かれないで。なんかもう、やんない方がいいのかな、あれ。金だったらやらない方がいいまであるな。かあ、負けた。取ってよし。リュウ君、え、泥棒がいるんだな。リュウ君がいたんだな。おっかないんだな。リュウ君仲間になってよ。リュウ君、お、モノマネ金だ。マネマネ金金。え、泥棒、こいつらは戦わなくて済むのか。乗客多くない。何か痛そうな顔ね。あ、後ろの車両、ここって前だよね。後ろって誰から見て後ろだ。後ろって、はい、やばい、電車の上でもう漏れるぞ。聞き込み見てませんね。誰もいないや。泥棒探してるの。怪しい妖怪になるみたいよ。なるほど、やっぱ戦えってことか。先にこいつでやっちゃうか。技で回せ。さ、かませ。突っ張りよろしく。これで相手は全員混乱して、電車で靴はマジやばい。でも俺と同じ車両でなんか知らない人がうんこ漏らしたのなら遭遇したことあるよ。終わりだった。マジでなんかモーゼみたいになってた。モーゼの実家になってたわ。なんかずっとソワソワしてて。あ、なんかあれ、一応取っとくか。よし、自分でお払いをした。まあ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 。たまにクソ臭いホームレスいるよな。まあいるね。よし、レベルも上がった。おっ、赤なめ。あ、仲間になるんだ、ここでも。やっぱさっきあれかな、さっきあのリセットしたからちょっとテーブル変わったのかもしれん。どうしよっかな。赤なめ、ベロ、タン、ベーロ、赤ずきんのすけ、あっちゃんかっこいい。どうしよっかな。フェラーリいいね。色もそれっぽいしね。フェラーリいいな。大丈夫、ニョロンにしといたから大丈夫よ。で、いや、図鑑結構半分ぐらい埋まってきたんじゃないの。おお、しかも大辞典の一人か。すごい、人間の知ってること教えてあげるね。お前じゃや。この辺りの聞き込みは十分ですね。これまでの話をまとめると、大きな舌を出している。犯人はもっと後ろの車両にいる。以上です。後ろってことはこっちか。ここは何なの、この。まあいいや、とりあえず、あ、今が 何両目かってことか。お客様、待ってね。一応妖怪メダルでレベル50。おお、
テーブル高えな。ああ後ろってこっちか。でベロを出してる、ベロを出してる、居酒屋みたいになってんのかここ。ベロを出してる、引きこもりもいる。あ、そうじゃないよ、笑えねえじゃないの。まあベロは出してないけど店はないのかな。こっちも行けんのか。お、とりあえず聞いてみるか。何が言うかしら、泥棒見てないかって、私のこと疑ってるの。それは笑えねえ。あ、戦う。モノマネキン TV も来たな。一気に決めるか、いけ。1,2,3,4,5,6,7,8 かませ、エロビキニ、わざ摘みの大波。こいつ全然強いよな、悪くねえ。で技もたまったからなぞれ、なぞれ、なぞれか。ちょっと必殺技使いすぎか。てかやっぱ敵が全体的に強い。確かにレベル50ってことはそういうことだもんな。であとはもうご利用していいや。本当に私は泥棒じゃん。でもベロ出してそうじゃん。え、バタバタって足音、バタバタってことは三人衆かな。やべ、エロビキニが死にそうだ。ということはですよ、これはですね、回復を使うのもいいんですけど、エロビキニは今後の成長も期待して、こういうのでもいいです。まあ中経験値玉だし、レベルを上げるという意味でも。でバタバタっていうことは足音が多かった、つまり認めん、犯人見てないよ、身も犯人見てないよ、鼻毛出てないよ、そうじゃないよ。あ、浮いてるわ、こいつ足ねえじゃん。こいつ足ねえじゃん。これわだつみの記憶で、いや、こいつら勝てんぞ。なんかある、よし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 、ちょっと待って、回転できねえ、回転できねえ、な回転できないんだけど、なにこれ、回転できないよ。あ、これが特殊能力か。ちょ、これずるくない、これこれずるいよ、回せないんだけど。すげえな、このスキル強くない？対人とかで強いのか。負けてないよ、気持ちでは負けてないよ、鼻毛出てないよ。いつらでもないと。ベロ出してる、ズルズキもベロ、こいつか、こいつベロなんてあるか。プーカプーカ、犯人探してる、私と一緒に遊ぼうよ。っていうかさ、ここの敵全員倒して次の車両行くとか、そういう感じじゃない多分。こいつ回しないけど、多分もしかしたら全員と戦わなきゃダメなのかもしれない。っていうか、こいつら捕まえるのありだな。なんだっけ、スイーツ。てか、変えられないの勘弁して。だから極上のパフェがあるから、あげらんねえじゃん。ここはダメなんだ。あれ、じゃあなんでさっき仲間になったんだ。餌はあげらんないけど仲間になる可能性があるってこと。どういうあれなんだ。やべ、鼻毛出てない。こいつボーグ固くない。やばい、スムージーハゲビルルンきた。サボりやめて。でも究
経験値稼ぎになるな、ここレベリング上等で、仲間にならないか。赤の目はなんで仲間になったんだろうな。プーカプーカ、ウワカメさん、お前か。こんにちは、ふんふん。え、後ろの車両に走っていった。え、もうこれでいいだろう、もうこれで後ろの車両。ウィスパー、もう行くぞ俺は。もうもう無益な争いは、無益な争いは避けたいんだよ。ダメなんすか。スリルを楽しめるメシアなんじゃ。よし、こいつは戦いじゃない、助かった。で、こいつは絶好調か。友達になりましょう。え、突き放された。口だけ女もいるし。突き放された。で、とりあえず技で、でもあとはレベルは結構すぐ上がるから。やべ、吸い取りが意外と吸い取る。これでよし、全員何、絶好調そうだ、取り付きかねえんだ。アントニー、アントニー何してる、回復してやってよ。アイテム、アイテム持って、あらあらあらじゃない、回復してやってくれよ。あ、ちなみに裏でチャーシュー麺は30個買っときました。こんなこともあろうかとね。よし。一応裏で写真は30個買ってきました。仲間にはならないな。本気でバトルするなんてひどいじゃない、もう絶好よ、悲しい。あ、引きこもりだ。はわわわわ、横に来ちゃってすいません。ちゃんと引きこもりますんで、引きこもりを誉れとしないでください。で、これはズルズルズルか、風かもか。あっしゃこの先のテーマパークには温泉もあるんだってさ。え、泥棒だから、もう後ろの車両行こうよ。あとはこの鎧さんか、カブトさん。あとこいつか、つまみ食いのすけ。ダメだ、少しずつじっくりとおつまみ食いをするのは。よし、あれあれ、みんな調べない。あ、こいつか、これジジイか、思い出すっぽんか。泥棒見ていかないか、ちょっと。お、はっきりと覚えておる、こいつだ、全部出すっぽん。こういうのはちょ、あ、戦うのね、やっぱり。くそ、こいつが一番ヒント持ってたのか。先にもう技で、てか、こいつの技まだ俺見てなかったよね。さあ見せてみろ、お前の技を。さあ、魔風さあ、いけ、風魔ライオン。弱い。あれ、本当に強いのか、魔風。レベルが足りてないのかな。てか、こいつらが硬いってのもあるかもしれん。これでこのままゴリ押していくか。よし、さあこれで、でもレベルはどんどん上がってるから、もうすぐ戦えるようになる。強いの、愉快愉快。ヒントだけ、古典じゃない。大きな手足でバタバタと走って、古典ではないってことは、あれか、あのカラカサお化けじゃないのか。カラカサって古典だよね、確か。これでいって、ここはヨマ特急の一番後ろの車両のようですね。さっき犯人はもっと後ろの車両にいるって言ってたよね。言いましたよ。じゃあ犯人はこの車両にいる誰かだよ。は、そうか、分かったぞ、犯人はこの中にいる。だから早く早く行かしてくれよ。いや、それは俺が言った。あとは今までの情報をもとに犯人を当てればいいだけです。さあ、古典妖怪ではないで、ドタバタと走って逃げていった。
解決できない事件はない。くっそ、お前のせいで遅延されたんだけど。さ、助手の、俺が助手なの。お前が羊で俺が助手で、めちゃくちゃだもん。いやだから、下ない。でもバタバタしてんな。古典妖怪じゃない。こいつ違う。でもこいつバタバタはしてないな。え、こいつ臭くね。あ、いや赤なめだな。赤なめって古典じゃなかったっけ。赤なめって古典だよな。だからこいつじゃない、カリパックン。いやなんかもう見るからにこいつじゃないか。お前だ。いやいや、お待ちください、ゆうたくん。カリパックンが物をパクったなんてそのまんますぎるでしょう。私のスリが正しければこういう犯人っぽいやつほど意外に範囲に。うるせえ、ちくしょう。なぜ分かった。よし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 。こいつ楽しんでやがる戦いを。こんなでやけだ、俺とバトルしやがれ。逆張りオタクか。まあ初手わだつみの記憶でいいかな。回せ。よしよし、しかもミス。取り付かないよエロビキニは。エロビキニに取り付こうなど不届き千番。いけ、し悪くない。まあこれでもう1個全力でいこう、全部出そう。もうよし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 。あ、でもそんな強くなさそうだな。で、にゃ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 にそばれちまった、持ってけ。よし。あ、ハンドルってこういう形してるんだ。どうやって盗んだんだろうなこれ。盗まれる方も盗まれる方だろこれ。思い知りましたか、この名探偵ウィスパーの実力を。あなたのやったことは何もかもお見通しなんですよ。さっき思いっきりすり外してたくせに。さあカリパックン、なぜ盗んだのか話してもらいますよ。よかった、むしゃくしゃしてたからついカリパックしても。マジかよ、悪いと思っていたが抑えきれなかったのか。パニオが出たのか、心の。何があったの？それがよ、あんなに楽しみしてたのによ。ゲラゲラ奈落リゾートの入場券をなくしまったんだよ。あれ？服から何かはみ出してるよ。あ、こいつやべえってやってること。行動派すぎるだろこいつ。お安い御用ですよ。なるほどね、見つからなかったから全員地獄に落ちろっていうことで止まれなくしたのか。一度に二つの事件を解決してしまうとは我ながら恐ろしい推理力です。見つけたのウィスパーじゃないし。さあ助手のヨダ君、車掌さんにブレーキハンドルを返しに行きましょう。はい。でもウィスパーはね、ちょっとあのウィスベイの件があるからね、ちょっと悪く言わないでやってほしい普通に。で、ちょっと返しに行くか。 HP とか大丈夫だよな。まあエロビキニがちょっと食らってるけど。さあ、あったよハンドル。ブレーキハンドルを渡しましょう。渡す。ブレーキハンドル見つけたよ。そうそう、これです。これで列車が停止させることができます。それではお客様、こちら運転手に渡していただけませんか。え、なぜです。え、お礼をしたい。実にありがたいですね。よしよしよし、車掌自ら。やばそうなのに。暴走。いや、ハンドルうんぬんじゃなくてこいつのせいだろ多分。消えた。ポッポー。うわ、なになに。多分あれが運転手です。すごい怒ってるみたいですよ。なんで。誰が俺のブレーキハンドルを盗みやがったんだ。お礼じゃないじゃんこれ。俺がやったことにされるんだこれ。許さん、許さんぞ。ポッポー。へえ、怖い。え、なんじゃお前ら、わしなんかよか。やばい、話しても分かってもらえなそう。あの運転手さん、これを渡しに来たんですけど。っていうかこいつから盗んだあの仮パックやべえな。
手癖がいいんだ、手癖が悪いんだろうな、いいのか悪いのか。これはさてお前らがブレイクハンドルを盗んだんじゃな。いや俺たちは取り戻しただけで、覚悟しやがれ。ひどい、褒められたんじゃなくてはめられた。やべ、ボスだから取り付け効かねえよなこれ。まずアイテムでちょっと、サンドイッチとかで回復しとくか。え、あ、これだろ絶対。これ狙えないの？お、技攻撃で力の燃料が増えた。ちょっと待って、これなんかたまるってこと？やばい、攻撃力もクソだけ。ちょっと待ってくれ。あ、勝てねえやこれ。ちょっと待って、なんで倍速してんだよ。ちょっとだから、なんでお前火花の術、ちょっと待って。ちょっと待ってくれ、これ無理じゃない。よし、極楽の術使っておいて回せ。いや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 、よし、食らなかった食らなかった。 HP がどんどん減ってくるよ。かいで、ポカポカばあちゃんで復活もしろ。で、この間に一回下げてお払いしといて、よし、ここで戻して、で、裏で誰か死んだけど気にしない。裏で誰か死んだけど、いや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 、全員取り憑かれたし。ちょっと待って、まずこれでお話しといて、でも真冬は死んでもいい。能力がかなりアップした。こいつ弱点あれか。今のうちに、やばい、大爆発待ったなし。ちょっと待った、シュパ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 。いいか、なんで魔風が耐えてるんだ。ちょっと魔風やれんのかこれ。一回で、アイテムも使っちゃったから、けい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 
あ、これ回せるのか。これであれか、揚力を。エイムちゃんと。なるほど。もうやりきったな。やばい。でこれ魔風が取りつかれて、でこの間にまずギミックを理解するところから始めよう。どうする、どうする、これまだ大丈夫だよね。やばい、大爆発、待ったなし、すまん。しっかり控えて、勝ってる、マジで。ラーメンだよ。あれ、あ、こっちか。ちゃんとこれを、やばい、あれがメーターになってるのか。よし、これで
アイテムを。やっと理解したわ。あれがメーターゲージになってて、あれが溜まってるとパワーが上がるのか、あいつの。よし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 、やっと理解した。で、青にも青でゲージがあるのか。やばい、まずはすぐにお話して。やばい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 。で、力の供給が入って、これちょマルチタスクが過ぎるぞ。で、やっぱこの間にお払いして。でまだ4割しか入ってねえな。でこの間にちゃんと狙って。よし、溶けた。これで溶けといて、よしよしよし、して技で。ちょっとして、焦らせないで。でもこれあんま必殺技使う意味ないな。あ、ミスか。今のうちに狙うで。いやでもこれ次はいけそうな気がすんな。ギミックは理解した。で極楽の術で、でも8本は減ってるからな。だるいです。素早さがダウン、素早さダウンはもう甘んじてビール。よし、ミスはないっす。で次で狩りには復活させよう。よし消えた。で、こっちも ひねって、常に行け。で、これでアイテムも使えるようになったから、よし、こっから立て直せ。よし。で、こっちがまた溜まり始めたから、あ、よし、減ってる。今のうちアントニーだけ、今のうち頼む、ちょっとだけ耐えてくれ。よし、でお払い完了して、アントニーがとりあえず回ってればなんとかなる気がする。で、この間にちゃんとお払いも取りとこう。で、ジバニーはちょっと場所的に厳しいから一回耐えてくれ。アイテムで、ラーメンでいいか。よしよしよし、して、こっちがだいぶ溜まってる。早く混ぜ。もう終わってる。よし。もうだるいには明日から。よし、で、これでやっといて、この間に技で復活させるか。混ぜ。よし、いいぞ。で、ゲージはもう溜まってないよな。もう大丈夫。よしよし、あと3割、あと4割、4割。この間に、すまん、耐えてくれ。で、回っといて。ちょっとだけ耐えてくれ。で、これで復活させて。で、この間に狙うで。よし。ハンドルでゲージを。で、こっちのゲージも。よし、もうだるいにゃは、もういい。もうだるいにゃはいい、しょうがない。で、極楽の術でこっち回復するから。で、さらに、ラーメンはここだ。ラーメンここ行って。
で、これで今のうちにアントニー、アントニーがポツって回復して、よし、どうせ毎回取り憑かれるから、で、これで今度はこっちを回復させて、いけるのでは、いけるのでは、よし、待ったなし、来る、ちょっと犠牲になってくれないか、ちょっとすまん、ちょっともしよければ犠牲になってください、よし、耐えてる、全然耐えてる、これもちゃんと、よし、ゲージも蹴って、お払いで全部潰せ、全部潰せ、このローテーションで、このローテーションでいける、そしてこれでヤバくなったから、これで俺はまずは地盤屋を絶対回復させて、で、裏でお払いで、このうちにお払いをさせる、ヤバ、早く狙わないと、早く、やばい、もう手遅れだ、ここでチャージさせちゃってるからいけない、ここで早く回してゼロにして、でもここはアイテムでもう使っていい、俺はここで、俺ごめん、ありったけを使うぜ、ここで深い漢方、すまん、もうたまらんねん、揚力の供給が入るから、で、アントニーがここで回復しよう、いけ、よし、これで回復もできる、耐えるよ、アントニーが耐えていく、で、ここで、供給もちゃんと切って、こっちの供給もちゃんと切っておいて、ハンドル回していこう、邪魔、アントニー早く、で、アントニー死んだら罪だから、いけるのでは、狙うで、こっちにもちゃんと行っていって、供給切って、よし、ボート待ったね、もう取り付いてもいい、もう取り付いてもいい、いやでも最悪、お払いはしとこう、この間にめっちゃ溜まってくんだよな、どうせ取り付かれるから、この間に、で、あれが溶けるから、ここでエイム合わせて、よし、行った、多分行った、そのまま行ってくれ、もうアイテムで、アントニーはまだ、もうそのままゴリ押していけ、どうせ食らうんだから、そのままゴリ押していけ、ミスするな、ここでお話するか、一旦お払いといて、ちょっと早く決めろ、ナイスミス、決めろ、なんでミスになるの、早く決めてくれ、やったか、で、ここでお払いして、決めてくれて、アイテムで、なんかミスばっか出てる気がすんな、で、回復して、早く、いけ、決めろ、よし、うわー、
強かった。でも勝った。いや、アントニー神だわマジで。アントニー抱くしかないもんこれは。12000円超軽も来た。やっぱアントニーなんだな。だから俺たちは泥棒じゃないってば。よし、静まった。え、私たちはブレーキハンドルを取り戻しただけです。それをゆうたくんがわざわざ持ってきてくれたんですよ。ちょっと接続が終わってるマジで。やっぱり俺はブレーキハンドルがないとダメだな。賢者タイムになった。こいつがなくなるとすぐに体が熱くなって暴走。ああなるほど、これで制御してたのか自分を。精神安定剤みたいなもんだね。そのブレーキハンドルって性格をブレーキするためのものだったんだ。あ、そういう、なるほどね、列車のブレーキじゃなくてこいつのブレーキだったんだ。じゃあ本当にあいつカリパック余計なことしかしてないじゃん。ともかくこれで電車は大丈夫ですね。社長さんに報告しに行きましょう。ていうかあいつもご褒美くれるとか言ってさ、手痛いご褒美もらったんだけど、お前分かっててやったろ。メタンテウィスパーの大勝利です。これで無事に目的地にたどり着けますね。ありがとうございました。お客様は素晴らしい。ところでちょっと気になったんだけど、運転手が、そう、それ、俺をしたいって言ってるって、さっき車掌さんが言ってたけど、俺たち、俺なんて何ももらってないよ。あの、手痛い仕打ちしかもらってない。あ、そういえば、もしかしたら車掌さんは自分が怒られるの嫌だから嘘ついたとか。うわぁ、社会のゴミだこいつ。責任逃れか。だって目的地に着かないと困るのはお客様ですよね。車掌行きやめろマジで。ですからお客様に身代わりになってもらおうかななんて。こっちは客やぞマジで。この妖怪実は悪いやつなんじゃ。やばいだろ言ってること。だって俺たちあれなんか当選で当てたんだよね。なんか抽選で当たったんじゃないの俺たち。それがその客に対してやることか。それがその仕打ちか。よかったじゃありませんか。いやもうあのうち3人死んでるんですけど、うちのメンバー。あ、入場券をどうぞ。ゲラゲランド。よし、これでゲラゲランドについに行けるってことか。とうとう来たか。有効期限が一生涯、フリーパスだ。一生一生。それとこちらも受け取りください。空腹超特急パス。何これ。そのパスは花見肌出す大切にお持ちになってください。運が良ければいつもと違った旅気分を味わえるかもしれませんよ。それでは当電車はこれより目的地へ向かいます。安全運転でもあります。快適な電車の旅をお楽しみください。福福が神なの。まあそれがいずれ分かることか。とりあえずもらったことに感謝しとこう。ありがとうございます。まもなくゲラゲラ奈落リゾート、ゲラゲラ奈落リゾート、お降りの際はお忘れ物のないようお願いします。みんなここで俺死んだと思ったでしょ。ギリギリで生き残ったわ。つけたわ。到着する権利をもらった。さあ、初見で行けたのは熱いな。お、こいつら全員ゲラゲラか。お、引きこもりだ。ちゃんと引きこもれないって。私ダメな引きこもり。いや、素晴らしいこと。引きこもりの方がダメなんだから。ねえ、どっから行く。お、すごい舞浜駅みたいになってる。おいらジェットコースター乗りたい。その後は温泉ね。お、道草めもいる。どっから回っか、こいつは悩むぜ。ここはゲラゲランド駅だから、テーマパークのあるエリアかな。普通にちょっと、気を取ってて可愛い。こいつは？あ、こいつお友達か。ブラッシーのやつか。イエーイ、ぶっ倒れるまで。こいつはあれか。感知を共感性周知に追いやったやつか。やっほーい、ついに来た。あ、電波こそ、電波泥棒だ。思い出いっぱい作るぜ。お、来た、ゲラゲラ奈落リゾート。ここがゲラゲラ奈落リゾートです。あ、すっごい。ここゲラゲラ奈落リゾートは大きな3つのエリアがつながっています。遊園地のあるゲラゲランド、温泉の集まった極楽温泉。赤鬼あかーん。赤鬼の作る鍋を食べられる肝試し、3つのエリアでは電車で移動します。赤鬼きついな。電車で移動するの無駄にスケールが大きい。夜時間怖えよ。そして今私たちがいるのがゲラゲランドエリアです。つまり遊園地で遊び放題。
うおお、よし、遊びまくるぞ。ディズニーリゾートみたいなもんか。ウィス。経験値もさらに。おお、たくさんくれるね。呪言の盾。なんだ呪言の盾。ボーナスまでも。てか魔風がだいぶレベル上がってきたな。ダンシングスター。そういえば最近ドリアン佐藤に会ってないな。会いに行くか。こいつはリー夫人か。うっとうしいなこいつ。で全回復しておいて、よし、これで直接来れるようになるんだ。よかったー。ってか電車で死んでたら最初からやり直しだったってこと？きついって、苦しいってマジで。あ、これか。あの何々矢印それをしませんって、なんかムカつく。紫コイン、うん、チャラにしたるわ。あー、でこっち行ってと、でまた戻すか。ピケをバカにするのかい。ピケじゃなくてそう、ピケのセリフ使って強がってるお前らをバカにしてるんだこの野郎。でこいつから龍くん、龍くん中華食べる。龍くん中華あげるね。で先にこうダラゲドを倒して、リュウ君やばいな。いけるか。リュウ君中華美味しかった。リュウ君頼む。リュウ君の力が必要なんだよ。あとリュウ君が揃えばもう全てうまくいくの。リュウ君、リュウ君 D だろうが。いやいやいや、マジかよ。リュウくんなかなか、あ、リュウくん。リュウくん来た。で、また中華を。いや、取り付き要員欲しいな。やっぱりあれか、フーミン連れてきた方がいいかな。フーミン連れてきた方がいいかもしれんな。でも D だよ。 D ならいけるんちゃいますか。リュウくんレベル51一番にゃん。相当育ったな。リュウくんやばい。リュウくんが仲間にならなすぎる。リュウくんいる。リュウくんはもう人海戦術。いや、呪いかけてるよりリュウ君はすぐ出てくれるから、あの人海戦術で良さそう。じゃあこれでご利用してやった方が美味しいのだ。そんなもんなのだ。だってリュウ君だってちょっと触ったら死んじゃうから、ほら触れたら溶けちゃうから、デコピンで死ぬから、これでそのまま行った方がいいような気がする。リュウ君頼むのだ。リュウ君ありがとう、友達になるのだ。ゆうくん、今ゆうくんって言った。35でしょもう。どうしよっかな。ゆうくんか。まあゆうくんだな。さあ、妖怪大将に登録して、よしお、来た、震えてる加藤さんがバロすんのバロニャンっていうのやめてもらっていいですかちょっと壺に入っちゃった。バロニャンやめろマジで。で帰るか。で
さあ、さあ皆さん、妙弱の時が来た。ついに来たのか。俺を開けていいのか、このページを。このページの封印が、おお、虹色に輝き始めている。さあ、レジェンド妖怪ではな、誰が来るんだ今回。紋章が光り輝く。来い。レジェンド召喚。ドブレジェンドおったまげるぞ。ウシニャ、久しぶり。お主の友になるでござる。ウシニャ、それがレジェンド妖怪でござる。それがしだ。あー、かっけえな、やっぱり。武士には名前、前そのままにしたっけ？武士ロード。武蔵。武蔵いいな。俺俺、ジャパン。どうしよっかな。お前、誉れだ。レベルはいくつだ？前作から何か変わってんのかな？おー、レベル1でパワー 55?なんか強くなってねえか。ただ超ズボラか。真面目に生きる食わせるか。さあこれで、しかも勇ましか。勇ましならキツマンオと前線に立たせて、うん、まず経験値玉食わせるか。こいつは一生もんだからな。超経験値玉いくか。いや、神まで、いやもう神まで行っていっか。もうこいつは確定だもんな。さあ、誉れ、いけ。おお一晩で25に。さあ、25でどんぐらいの経験値になったかな。どれぐらいの能力値になった。99。何も装備してないよな、こいつ。てかズボラが嫌だな、すぐサボっちゃいそう。で、持ち物で、でベルさ、あのジバニャン抜いてベル奪って、あの思い出のベルっていうのもありだな。で思い出のベル奪って、でジバニャンを下げるという。もうそれしか、俺のもう、俺の中の教科書はそう言ってるんだよね。あれ、あ、思い出はジバニャン専用なんだ。命拾いしたようだね。で、荒くれにして。てか、ジバニャン短期だったんだ。荒くれになってなかったんだね、まだ。で、誉れが。まあ、どうせでもこいつらは、いや、待て。だから妖術使ってたのか。で、キツマモも変えとくか。で、ジバニャンはもしかしたら今後変えるかもしれないから、一回取っとこう。で、ごめん、わかんないけどね。わかんないけどね。で、スタミナマナじゃない。さあ、神経験値のもう一個いるか。さあ、食え。おかわりもいいぞ。まあ、とりあえずこんなもんにするか。いや、まだあげるか。え、でも全部出したらさ、他にまだ欲しいやつが出てくる可能性あるから、こんぐらいにしとく。で、あとは戦いの中で成長してもらおう。で、一回ちょっと、降りて、よし。で、秘伝書言ってくれ。あー、全部出してやっていいの。こいつに全てを捧げるのか。ワンもツーもこいつ頼りになっちゃうな。うおしちゃった。真面目にも行くか。
すごい、すべてをこいつに捧げようとしてる。で、真面目に生きる2冊も。あれ？困る？あれ？もしかして性格変わった？あれ？違う。素直になった！経験値食わしたからか。なるほどね。で、素直な荒くれいいな。なんか優しいけど力持ちみたいな。で、控えのメダルで、まあ、こいつ確定で、やっぱ魔風だな、この中で一番。戦力にならないとなると、いや、ジバニャンはまだ鈴の効果でね、意外と強いんすよ。いや、俺ジバニャンとは、ていうかこれでジバが3人、ニャンが3人揃ったことになる。で、メダルの位置も変えとこう。で、手持ちのメダルって、やっぱモテモテ魂がどっか行ったわ。こうして、これでいいかな。これスタメンありだな、全然。で、こうして。悪ないな。こっちでもいいな。うん。で、キツマン王のもう一個の、このクリティカル出やすい魂を、モテモテ魂に変えます。一回のメダルで。で、まずは、おい笑えねえじゃなくて、エロビキニじゃなくて、マフーの、装備を、外して、モテモテコンにして、ジバニャンいらないすら。いや、ジバニャンまだいると思うけどね。っていうかさ、あの魂をさ、誉れにつけたらどうなるの？このキツマモのさ、あれ、そうしたらクリティカル率がさらにバカみたいに上がるってこと？で、これを、モテに変えて、そしたら、結論になってしまうのか。ちょっと試してみるか。だって超クリティカルだもんね。で、こいつ、能力値そもそも強いのよ。ならば、これで超クリティカルで、クリティカルの威力が上がれば、で、これでクリティカルの威力を、あ、これの魂のレベルを上げるのか。確率アップの方がいい。確率アップってどうやって手に入るんだろう。じゃあ、それが手に入るまでは違うやつにしとくか。力上がって揚力下がるやつないかな。ていうか、パワーベル、スピードベルでもいいな。スピードベルいいな。ていうか、スピードベルを、ちょっと待って。わかった。まず、こいつから奪います。こいつの装備を、まずは取ります。で、こいつにまずは、こいつにマッスルをつけて、こいつにマッスルつけて、はい、力170終わり。はい、終わり。で、これで装備で、で、これで残りの、まあ、スピードベルを上げれば、まあ、ちょうどいいな、かなり。化け物が出来上がった。バーサーカーが。すげえ、こいつ。まだレベル34だろ？ちょっと恵まれすぎてるな、こいつ。全員の装備変えてやれ。みんなの装備どうなってるっけ？ちょっと一回一新するか。装備で。こいつは守りが強くなってんのか。お、伝説の守り動くね、アントニー。どうせ力いらないし、これが伝説か。で、これはもうつけててよくて、鈴オッケー。キツマンはもう、こっちなんかもっと強いやつねえのかな、パワフルな腕は。あ、ええやん。調理器、守り、35、15。いや、全然、やめてえな。
いや、水星の腕輪でもいいな。後ろの方に強いのあるぞ。守り80、素早さ40、すげえわな。で、素早さか。で、釘バット、ドンちゃん、スピードブルーム、オーロラバッチ。あれ？これよくね？いやでもこいつ素早いと意味あんのか？あ、でもこいつ、この雷鳴ありだな。いや、どっちにしろこいつだって2回に1回しか行動できないから。どっちがいいかな。いや、でも俺水星だな。こいつにはちょっと力持ちになってほしい。優しくて。あ、ボス戦は毎回行動してる？え、そんな隠れ能力あるの？ずっと気づかなかったけど。あ、ボス戦では頑張ってんだこいつ。へえ、知らんかった。満を持してるんだ、ちゃんと。ちゃんと満を持してるんだな、あいつ。マジか。へえ、あんま、ちょっと忙しくてそれ気づいてやれなかったわ。ちょっと待って。俺は経験値をさらにこいつに上げたくなってしまった。で、超経験値で魔王。さあ、止まれ。担当だね。で、おおほほほ、止まらん。おひょう、うひょう。とりあえず40まで上げとこう。で、40でどんぐらい強くなった？俺はもうたまらんぞ、マジで。188! 言うて守りもそんなに低くないんだよな。やばいな。とんでもないことになってきた。ついに始まったか、俺の妖怪ウォッチが。俺の妖怪ウォッチがついに産声を上げたな。これでやっと始まった感あるな、マジで。ブシニャン捕まえてからが本編みたいなとこあるのかもしれない。コマジローリベンジあるか？あ、というか、あれだ。とりあえず、フユニャン仲間にしてなくね？フユニャンも仲間にしに行くか。あれだな、ニャン統一パもありかもしれない。俺のパーティーを、ニャン統一パにするのも、ちょっと味があっていいな。で、一回セーブしとこう。やっぱ怖いから。これに引っ掛けて。よし、みんなアントニーの力にようやくついてこれるようになってきたな。いやー、見違えたな、かなり。ていうか、ニャンが3匹いるのも熱い、この中に。で、生ハゲ？生ハゲは、アントニーもニャントニーに解明させるか。コエンラ。え、困っちゃうな。力ずくで、お、いいのかい。やっちゃうよ。わしに挑むのか。やった。今150くらい焦なかった。発動ぶしぎり。3、4、5、6、7、8、9、10。やばい。早い。しかもダメだ。しかも早いこいつ。質が変わったな、戦いの。お詫びの印。戦いの質が変わったな今。しかもクリティカルなかったよね。終わりなのかもしれない。ジバニャンとかいう猫いる？いや、まだ全然強いよ。まだ、すいません。ここじゃない。ちょっと待って。